はい、甲子園でそうですね、プロ野球のチケット買って、ほんであのチケットを発券するまでね、ちょっとやってみたいと思います。でまあチケットピアとかローソンチケットとかいろいろあるんですけど、高知系、今回ちょっと高知系でやってみたいと思います。高知系、この甲子園の高知系ですね、高知系、高知系で検索するとこう出てきますね、高知系、はい、高知系で僕はもうチケットを買う、チケットを買う、もう買ってしまったんですけど、一応買い方ね、で僕はあのメンバーではないので一般購入です。でこんな風にこう試合が出てくるんで、まあこの辺タップしたらね、こうなんか席が空いてる席空いてない席とかいろいろあるんですけどね、はい、まあまあ今回はもうそれじゃなくって QR コードですよね。 QR コード、あの実はねまだ買ったことないっていう人、何気にちょっと不安なんですよね。で購入したチケットQR コード表示させて、それをねあの実際甲子園球場で発見させてみたいと思います。まず買ったらね、さっきこっち側で一般購入であのチケット買ったら、次はこの QR コード表示させてみましょう。で僕一般購入で買ったんでね、こっちです。あれ、はい、さすがにね、あのログイン、メールアドとパスワードをお教えできないので、メールアドレスとパスワードがここにねあの載ってるんですけど、さすがにこれはちょっとお教えできないので、まずはログインします。はい、ログインしたら、これ見せれますね、大丈夫です。はい、これです。僕ね3月26日の阪神対中日ドラゴンズね行こうと思うんです。でお金がないのでね、まあ、お手頃価格のねレフト外野席で見てこようと思うんですね。で、まあ、今回はチケット3枚取りました。まあさておき、QR コードですよね。こうやってね、あの席順も出るんですよ。19段、52、53、54。ちなみにこの19段というのは後ろが通路なんですよね。だから割に楽に見れますね。はい、まあさておき、QR コードですね。QR コード。はい。ピッ。はい、これです。これ。これ。これをね、これこれこれ。これを、甲子園球場の入り口のところにある発券の機械にこれをかざすだけで出てくるんですよね。でかざすだけと言ってもやっぱりちょっと不安だと思うので、まあ、実際ね甲子園行って動画撮ろうと思います。ここ僕まだ僕の家なので、そしたら今から甲子園に飛びたいと思います。せーの、ジョワッチ。はい、甲子園球場にやってまいりました。そして前やったように、QR コードを呼び寄せます。はい、これが QR コードです。それではちょっと待ってます。すごいにぎわいです。
阪神甲子園球場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ご来場のお客様にご案内いたします。本日の入場券はすべて売り切れとなっております。本日の入場券はすべて売り切れとなっております。明日からずご了承くださいませ。また高知県の QR コードをお持ちのお客様は B の窓口5番から8番、 C の窓口9番から12番、 D の窓口13番から16番、 E の窓口17番18番におきまして取材を行っております。はい、こういうふうに事前に QR コードをご用意の上、もうすでにこういう画面になっていますので、これをかざします。高知県発見端末をご利用くださいませ。はい、出てきました、出てきました。なお、球場正面入場券売り場2の窓口、1番から4番に行きまして、はい、入場券の配布を行っております。取ってきました。今から行ってきたいと思います。どうぞご利用くださいませ。 QR コードの発見の仕方でした。今球場ではなのでぜひ皆さん来てください。再入場はできません。気分分です。もう今から楽しみです。